はい、電気をつけて。はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、ちょっと、タブレット端末を、新しく購入したので、テスト動画ということでですね、はい、ちょっと撮影をしてみたいと思います。おっと。この辺でちょっとしようかな。よいしょ。はい。テスト動画ということで、ちょっとこの2体のかわいいくまモンを撮影してみようかなと思います。これ何かと言いますとですね。はい、これかわいいぬいぐるみに見えるでしょう。こっち、ちっちゃい方は普通のぬいぐるみを、普通のぬいぐるみを Amazon で買ったやつなんですけど、こっちは、なんと、こっちはですね、非常用持ち出し袋のリュックサックなんです。こっち一見でも、これですよね。何日か前にも、ニュージーランドの方で地震がありましたけれども、何があるか分かりませんよね。なので、常用持ち出し袋を、中に入ってんだろう。売ってたんでちょっと購入してみたんですけれども、中に何が入ってるんでしょうか。これは、何でしょう。手袋。それから、これはウェットティッシュ。あ、逆や。その除菌、ウェットティッシュですね。それから、出しづらいな、ここ。これは、何でしょうか。これは、ちょっと待って。くまモンの口ライト。ライト、なんかラジオとかが聞けるやつかな。そうなんだ、これ。なんか防寒シート。で、これは、なんだ。冷えピタ。それから、なんだろう。これは、なんでしょうね。あ、なんかこれ、綿棒とかガーゼとか、絆創膏とかですかね。それから、これはなんだ。これは、レジャーシート。これが、なんだ。レインコートですね。この、1、2、3、4、5、6、7点セットが入ってますね。結構ブレるな、これ。ちょっと取れてんのかな。はい。それに加えて、食料なんかも、用意しないといけないな。って感じですかね。何があるか分かりませんのでね。はい。ということで。めっちゃ可愛いですね。で、このなんか名前とか書くとこがあります。めっちゃ可愛いですよね、これね。ということで。はい。ということで、今回はこの辺で終わりにして、また。で、これ、ちょっと、使い方慣れなあかんね。で、ちょっとこれ、どんな感じになるかな、ちょっと、アップロードしてみたいなと思います。
それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。めっちゃ可愛い。